こんにちは。JR 国分寺駅南口徒歩2分にあります。学物と洋画材料専門店、次男画房二代目店主、長谷川です。いつも頭に手拭いまいています、はいえー。昨日ですね、えー、次男画帽店頭の方に、えー、女性のお客様、えー、ご覧いただきまして、章、えー、ですね、この夢の実現という非常に立派な章、えー、お持ちいただきまして、学、え、章、ー、したいんですけどということで、 で、えー、よくよくちょっとお話をね伺いますと、えー、何でも小学生のね、お孫さんが書かれた、えー、書き初めでね、書かれた書,書だそうで、はい、えー、の非常に書道の先生にね、褒められたんで、せっかくだからちょっと記念に、えー、学章をしたいんですけどということですよねはね、いえー、お持ちいただきました。で、いろいろご相談ね、してるうちに、えー、学奏もいいんですけど、あ掛け軸にしてみたらいかがですかということでねあの、ご提案させていただきまして、で、意外とですね、あのー 学装しても、熟装しても、まあ、熟装はね、あのやり方、いろいろありますんで、えー、ランクがね、いろいろあるって、あの、実は、高いのはね、本当高いんですけど、まあ、あの、紙病装っていうね、あのー、なんていうかな、うん、熟装の中でも、まあ、ポピュラーな、一番ね、ポピュラーなやり方でやらせていただきますと、意外と学装とはそんな変わらない値段でできちゃうということでね、あのご提案させていただきましたら、じゃあ、あね、それでお願いしますということで、ご注文いただきました。 えー、このようにねあの、額縁屋ではありますが、軸装なんかもあのご注文、えー、ご依頼いただけますので、ぜひ、次男がぼをテントの方で、えー、ご相談していただければと思います。次男がぼの長谷川でした。またあの、ね、こちら、熟装出来上がりましたら、動画でご紹介させていただければなと思いますが、はい、よろしくお願いします。次男がぼの長谷川でした。ありがとうございました。